言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。マーゼルのライブアリーナピアアリーナね行ってきますけれども、その前にカウントダウン TV ライブライブ見させてもらいました。シーサイドストーリーフルでやっておりましたね。でね、改めて思ったんですけど、もともとそのマーゼルを最初に見た時からクオリティがそもそも高いっていう、そういうイメージはずっと持っていたんですね。でもなんていうかな、ミッションミッションが、まあ、良い部分とそうでない部分って皆さんの意見であると思いますけど、こうフォーカスするところをデビュー確定の子たち以外にはフォーカスをしなかったというところもありつつで、まあそれもあったので、結局そのランくんとレイちゃんに関してはザストから見ていた自分としては知ってて、まあ、レイちゃんは途中でねオーディションからは抜けますけど、まあ、ランくんを中心にっていうところで感じていて、そこからもちろんそのマーゼルの他の7人のみんなのパーソナリティも知ってきたからっていうところもあるんだけど、本当にこう8人のそれぞれの個性っていうものがどんどん際立ってきていて、それが BE:FIRST と被ることなく8人の個性っていうところで出ているのが素晴らしいと、今回のカウントダウン TV のパフォーマンスを見て、まあさらに思ったところではありました。今回演出がちょっとね凝ってて面白かったですね。指原莉乃さんプロデュースのガールズグループイコールラブとマーゼルで一番最初に歌った部分があって、対バンライブみたいな感じのそういうニュアンスでやっていて、でこうお互いにこうファイティングポーズみたいなのを撮ったりなんかしててね、イコラブちゃんたちも可愛かったですけど、マーゼルの方もねよく見てたらファイティングポーズを取らずにこう後ろの方でね、リュウキ君とハヤト君がじゃれてるっていうね、うん身内でやってるなって思って、そこも小動物のようで可愛かったですけど、でこれはまあいろいろ皆さんもね見る子たちとかで変わってくると思うんですけど、今回、まあ、イコライブさんもそうだしマーゼルもそうだし、ハンドマイクで生歌でっていうところで勝負しているグループではあるわけですけど、それもあったし、イコライブさんの楽曲が絶対アイドルやめないでっていう楽曲だったもんで、イコライブさんは当然ねアイドルですからすごいクオリティも高いなと思いましたけれども、マーゼルはアイドルではないのですが、そのアイドルやめないでっていうそこの曲からの流れで2番目に歌ったもんで、ちょっと多少自分の中のそういう感じの感覚で見てしまう部分が普段よりもちょっと多くなりました。でも結果的にそれで見た時に、リュウキ君のそのインパクトが改めてすごいなって思ったのと、エイキ君がカメラに目線そんなに合わせなくてもこうスッと来た時にバンと来る時のインパクトっていうところと、あとラン君を見た時に知ってるはずなのにこのイケメン誰って一瞬思ってしまうような感じになるっていうところで、ハヤト君の可愛さっていうところがね出てましたしね、なんかそこの部分もそうでした。直也君とかもそうなんだけど、でそうなってくると生徒君のたくましさっていうところをね、ガタイのデカさっていう部分での魅力もありまして、でまあ海流君はねすっと聞いただけで歌この人やばっていう風にすぐに思ってくるわけで、でタック君はねこうなんかこの見た目やっぱり初見からするといかついのかもしれないんだけど、もう醸し出してくるの可愛さっていうところとかね、そういったところがすごく出ておりまして、なんか本当にそれぞれの子というものが立っていて、まあ私はアーティストとしてもちろん見てますが、もしかしたらそのイコラブさんのファンの方で流れでマーゼルも見るっていう形になりそうだから、その流れで見られた方もいらっしゃると思うので、そうした時にそのアイドルとして見た時にもすごく色が映えているグループだなっていうのを思いました。まあ、今回ねたまたまそういう流れだったのでそういう発見もありましたし、でイコールラブに関してもまあ男性ファンが多いとは思うんですが、実はそのイコールラブのファンの子が職場にもともといまして、その子も20代前半女子なのですが、女の子のファンとかもイコールラブさんいらっしゃるので、流れでそのままねマーゼルの方を見てもらってちょっと気に入ってもらったりする方がいらっしゃると嬉しいなと思ったりしました。まあ、言うてねやっぱりあれですからね、同性のねアイドルとか同性のダンス&ボーカルグループを応援する人っていうのもねやっぱり世の中多いわけですから、今喋ってる私がそうですけどね、
まあそういうのもありますからね。まあ当然男性の方もマーゼル気に入っていただいてもね、もちろん良いですし、それについてはやっぱりね、いろいろそのきっかけってわからないですからね。なんていうか、トラビスジャパンを最近ちょっと動画でも語らせてもらってますけれども、その方は、男性の方で、基本的には女子アイドルや、ガールズバンドが好きな方っていうのでコメントいただいたんですけど、いろいろとあってトラビスジャパンが好きになったっていう感じで、だから、そういうパターンもやっぱりあるわけですよ。ね。なので、それきっかけにして来てくれると嬉しいなと思ったりするのと、ね。まあ、改めて、それから、直也くんもそうなんだけど、そう、直也くんのね、可愛さっていうところとかも、あ、さっきそう、直也くんのこともね、そうだ。うん。やっぱり、直也くんの、こう、カメラにバンと映った時の、この、スッというね、魅力が、やはり強いなと思いましたし、うん。で、今回、そう、直也くんもそうだけど、隼人くんの可愛さっていうものが目立ったというか、もともとは、私、その、隼人くんは、印象として、そのマーゼルデビューしたばっかの頃も一応見てはいるので、その時の印象として、最初に思った印象が、身長結構高いなっていう印象だったんですよね。映画の時の登壇イベントだったんですけど、そこたまたま私行くことができたんで、はい。それで見たんですよね。まあ、そういうのもありましたが、でしたね。そう。でしたね。あ、もうさっきちょっと8人分語るつもりで、隼人くんのところで直也くん語ったつもりでいたんですが、もう直也くんが可愛いっていうのはもう当たり前すぎて、なんか語ることも少し忘れてしまったぐらいなところで。でもまあ、直也、隼人の二人によって、その BMSG のアーティストはみんないかついっていう感じのイメージある人とかがいた時に、入ってくるところとして、すごく、良いことだなっていう感じは思いましたね。まあそういう形でございます。で、カウントダウン TV でシーサイドストーリー歌った後もアナウンサーの江藤さんが喋ってる後ろでなんか走り回ったりしてわちゃわちゃしてて子供かいって思ったりして可愛かったんですけども、マーゼルがやはりこう世に知られていくっていう部分でカメラマンのね、BE:FIRSTとかスカイハイとかもろもろ BMSG 関連いっぱい撮ってくださってるカメラマンの坪井さんですね。この方がちょっと前のツイート、ポストで、マーゼルについて語っていらっしゃって、マーゼルは早く地上波レギュラー獲得してバラエティ無双してもらいたい、ディア関係者各位っていうのを、言ってらっしゃったんですね。なので、なんていうのかな、まさに、この坪井さんは、BE:FIRSTとかも全部含めて BMSG アーティストとかいっぱい見ているわけで、でそれだけじゃなくてもちろん BMSG アーティスト以外の人たちも担当していると思うんですよ。そうなった時に、でもこの方がマーゼルを見て早くバラエティ無双してもらいたいっていうのは、それだけの実力が彼らにはあるし、バラエティ映えしそうだなっていうところのことを思って言ってらっしゃるんでしょうね。だからそこの部分ってやっぱテレビ映えする、まあバラエティに出てほしくないっていうタイプのミューズの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私はそのマーゼルはそのバラエティでお茶の間に知られていって、その上で、まあ BE:FIRSTTV とかでもやってましたが、その中で曲も歌ったりっていう形をとって、まあ昔で言うと、まあスマップスマップとかみたいな、まあそこまで大きい規模ってわけにはもちろん最初いかないと思いますけど、ね。だから、そういうところに早く行ければなっていうところだと思うんですけど、ただね、やっぱりそこって BMSG もやってるんだろうなって思うんですよね。なんていうか、どうしてもパイの取り合いっていう、イストリーゲームっていうところも仕方がない話じゃないですか。で、音楽性に関してっていう部分で言うと、BE:FIRSTが、独自のと言いますかね、なかなか他のアーティストで感じをやってるグループっていうのがいないもんですから、そこの部分でやってると。だからその音楽っていう部分で、そこでバンといけてるところがあった。コロナ禍でもあってね、娯楽とかエンターテインメントがなかった時期だっていうところもでかかったですけど、マーゼルに関しては、やっぱりバラエティをもしやるってなった時に、そのジャニーズさん、まあ、スタートエンターテインメントのタレントさん含め、ラポネの、まあ、JO1、INI など含め、バラエティやっぱり強い人たちっていっぱいいるっすよね。Nteamなんかもそうですけど、
だからそこの部分をなんとかね、こう一つのパイを、もちろん競合するとか競争するとか対立するっていう感じではなく、あのみんなねいいけどマーゼルもまたいいよねっていう感じのところになってくれればなっていう、それをちょっと思ってはいます。だからあのセイト君がバラエティね出たりとかしていたし、エイキ君もね、あの10月の14だったかな、あのね番組出てましたし、見に行ったミューズの方がむちゃくちゃ良かったって話もしているので、あの BE:FIRST に比べやはりそのねセイト君のあれもあったし、エイキ君もそうだったし、イラン君はねダンス番組でがっつりとやっておりますしね、そういうところにあのメディアに出るっていうところでもう絶対にそれぞれの8人の魅力があるので、2人とか3人ずつでもいいし、マーゼル TV みたいな、まあ BE:FIRST TV 的な感じなんですけど、マーゼル TV みたいな感じのがあっても良いし、あれなんですよ、やっぱり彼ら面白いんですよね。バラエティもいろいろと私もね、最近は見てないけど昔は見ていたわけでして、でもそのマーゼルみたいな感じの色の出せる子たちってやっぱりなかなかいないんじゃないかなって気がしているので、そこのところ私はですけど、テレビで見てみたいなっていうところはありますね。というわけでマーゼルがバラエティに出たら無双するだろうなっていう、まあこれはそのカメラマンの坪井さんも言っていた、私だけが言ってる話じゃないので、そういうところも感じました。まあカウントダウン TV のねライブ見てて、あの普通にその歌ってる姿とかもその楽しさっていう部分は、シーサイドストーリーが楽しい楽曲だっていうところがあるとはいうものの、やっぱりそこの部分もね大事だと思うんですよね。だからバラエティでトークしたりとか企画やったらむちゃくちゃ面白いけど、歌ったら超本格的みたいな、そういう感じ、まあ BE:FIRST もそうなんだけど、まあ、BE:FIRST よりマーゼルの方がよりこうあのテレビバラエティには絶対に向いているなっていうところ、ツッコミとかもねあるし、あとその先ほど言った直也くん、隼人くんがねこう言ってみれば柔らかいイメージが強いので、お茶の間の方でもまああのBE:FIRSTはどうしてもいかつい感じが強かったりするから、あのもしかしたら人によってはちょっと怖いって思われる可能性も、だって NTEAM のケイくんですら最初はレオくん怖いと言っていたぐらいで今は仲良しみたいですがね、そういうところだったりするかなって。マーゼルは多分その辺とかね、むしろそのケイ君のことで言うと、あのカイリュウ君をめちゃくちゃ面白いって言ってね、あの爆笑していて、あんな爆笑してるケイ君見たことなかったわっつってね、そんなのも思ったんで、まあそんなことも思いました。はい、というわけでね、まあ今日はライブ行ってきますんで、ね、もしかしたらなんか発表があるかもしれませんからね、そこの部分もね楽しみにしたいと思ってます。まああの公式で発表をしていない段階の発表だったら私の口からまだ言いませんから、そこはご安心ください。まあライブのレポートはさせてもらうつもりでございます。はい、じゃあマーゼルね、ちょっと今はそのマーゼルをガンガン押していく段階なもんですから、はい、っていうことでございます。あとね、あのネットで一部の方がちょっとねいろいろとあのネットの方でこう掛け声とかの話をしていらっしゃったそうなんですけど、まああの掛け声やられる方はねその合わせてやればいいし、自由に楽しむって方は楽しめばいいし、あの決まり事とかねあまり作らない方がいいかなっていうのは私の個人的な感じですね。あのなくてもね大丈夫ですから、スカイハイのライブ行けば分かりますよ。最初何も知らなかったけどね、もうすぐにね慣れましたそんな感じで、はい、そういうもんです。なのでファンの方からやらずともいいのかなって感じがしていたりするっていうのがありましたね。はい、でもね思いが強くてやってらっしゃったということは理解してますんで、はい、その思いは十二分に受け取っています私は。はい、ですね、そこの部分踏まえてね、自分の推し活という部分でね愛情を持って、あと推しのことを持って、ファンのことも持って、それで幸せなポジティブな感じのバイブスを出していくことを心がけていければと、お互いにね、はい、そういう感じで思いますね。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱり説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。
で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方はもしよかったらまたお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。